ディーパク級補給艦は、インド海軍の補給艦の艦級。イタリアの貧艦テーリに手に席され、一番艦は2010年に、二番艦も2011年には、収益。2008年10月、インド海軍による補給艦建造の発注に対し、インド海軍への艦艇納入実績があるロシアや、韓国を含む主要な造船国による国際的な入札の結果、 フィンカンティエリが落札したと報じられた。2009年3月に締結された1.39億ユーロに及ぶ契約には2番艦建造がオプションとして含まれていた。最新のマルポール条約に適用し、積載燃料の流出に備えるため、船体は二重抵抗像となっている。艦首には顕著なバルバスバウとバウスラスターを装備する。 補給ステーションを両限に2箇所ずつ設定しているほか、完備にも縦引き給油用の給油ステーション2箇所が設定されている。なお、潜美先導乾板はヘリコプター乾板となっており、上部構造物後端部に設けられたハンガーには10トン級、ヘリコプター1機を収容できる。インドの統制監査役長官が、建造に際し品質が劣る鋼材が使用された件に、 監視調査を行ったと報じられた。ありがとうございます。